汝来一度釈尊の因行家徳の二法はこの妙法蓮華経の御字に具足するがゆえ単身苦笑の妙行によって即身成仏の大家宝を得られよかし日蓮が弟子談法は日蓮と同じ消防を修すべし次なる面会は霊山浄土の釈迦牟尼仏の御前事故なく来らるべし妙法蓮華経如来寿良本大十六自我徳仏来本経爽やかにご師匠遊ばされ弟子談法の方々も幾道音のご読経本経もすすりますると大聖人床の柱にお体をお寄せ遊ばされ毎時さぜ念伊賀領主上特に無上道即成就仏心本経終わるとともにご発体眠るがごとく入涅槃遊ばされたのでございます。時に建長5年、弘安5年10月13日辰の刻ただいまの午前8時飛ぶ鳥地を走る獣泣く声さえずる声までも大聖人様の生死無常を悲しむ池上の万山寂として声なく上足日照聖人の打ち鳴らしまする臨滅土地の鐘の音が池上の山々にこだましその鐘の音とともに池上万山の桜花一時に咲いて大聖人様のお徳をたたえお徳を忍んだと伝えられております。ただいまに伝わりますお屋敷桜の言われでございます。翌14日ご葬儀15日根の刻に大聖人様をダブに伏しまする棺に積み上げられた日に木に火を点ずればぼーっと燃え上がる火滅幻滅の祝の炎日郎様はお預かりをいたしました炎髪の毛をその火の中に入れようといたしましたがどうしても役に忍びない。お師匠様のお心に反すはしますけれどもこの髪の毛は残しおいてお師匠様のご後進を後々の世までも伝えたい他のお弟子方のともご相談をいたしましてこの髪の毛を残しおくことにいたしました。お葬儀も終わり大聖人様恋しさ懐かしさの心持ちで大聖人様のお木像をお刻み申し上げることになりました。彫刻にたけた泉あざり日報聖人という方に刀を取っていただきまして一刀入魂七か年大聖人様の七回忌の年にそのお木像が出来上がりました。そのお木像の右の御手にお持たせをいたしましたのがお母様の髪の毛を中心としてあの発須というものでございます。左の御手には法華経の肝心六の巻をお持ちいただいておりまするこのお祖師様のご尊像ただいまの本門寺様の大堂にご奉安をしてございます。お祖師様のご尊像でございます。お母様の髪の毛を支えているところから親孝行を示し表すご尊像として高度次元のご尊像として本門寺様にご奉安されて広くご信仰をいただいておるわけでございます。大正13年に国宝に指定されておりますけれどもその国宝の価値よりもっと尊いのは700年750年を過ぎたあのお祖師様のご尊像が今なおお母様の髪の毛をしっかりと抱かれているこのお姿ではないでしょうか。あと2年
来年、再来年、先ほど伝道局長さんがお話しいただきましたが、平成28年になりますと、日蓮聖人様のお母様、ご他界遊ばされまして、750回目のお年会を迎えます。8月15日が正月のご命日でございますが、田舎は何せお盆の真っ最中ですので、一月遅らせて9月の15日、14、15の2日間にわたりまして、お年会のご法要を営む予定でございます。14日は私のお寺で、ご両親様のご母殿で、母殿法要を行って、次の9月15日は日蓮宗主催として誕生寺様をお借りいたしまして、そうしてお母様の750回目のお年会を奉行いたす予定になっております。ぜひともその折にはご参詣をいただきますようにお願いを申し上げる次第でございます。そしてさらにその5年後、あと7年経ちますと、お祖様が小湊でご誕生になされまして、ご降誕800年というご慶寿を迎えるわけでございます。そのご降誕800年に向かって、もう一度一人一人が自分自身に備わる仏性、相手の人に備わる仏性、そういうものをしっかりと拝んでいきましょう、そうして世の中を少しでも良くしていきましょうというのが、再々申し上げますお題目血縁運動でございます。社会を作っているのは家庭です。家庭のもとは親子です。親子がお互いに合唱し合い、そして亡きご両親、亡きご先祖を拝み合う、そして夫婦が、家族がみんなで手を合わせ拝み合えるような家庭ができるならば、社会はもっと良くなるはずでございます。それが立正安国ということでございます。私ども一人一人がしっかりと手を合わせて、お題目を唱えて、お互いお互いに認め合い、尊敬し合って、あなたを拝みますという心持ちで日々のご生活をお願いをしたい。そうすると、この今宗門で目指しております安穏な社会づくり、人づくりということにつながってまいります。それを立正安国、安穏な社会を作っていくもとは、今日こうやってお集まりいただきましたお一人お一人の信仰でございます。そして今日こうやってお集まりいただいた皆さん方が、自分だけの信仰にとどめずして、周りの人々にこの手を合わせていきましょう、手を合わせてお題目を唱えていきましょう、そうすれば社会は良くなりますよ、国は良くなるんですよ、世界は安穏になるんですよということを、一人でも二人でもいい、そういう方々にお伝えをいただきたい、お願いを申し上げまして、本日のお説教とさせていただく次第でございます。長時間にわたりまして、ご聴聞誠にお疲れ様でございました。南無妙法蓮華、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無蓮華経、南無妙法蓮華経、蓮華経、南無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 
もも湯も輪廻の種なすも触るも生じの業を喜ばしきにつけ悲しきにつけ煩悩無明の塵の積もりてぞ心の光の触りとなる。迷う時を凡夫と名付け悟る時をは仏と名付く。されば我が一年の雲を払いらば元の光の増鏡三世諸仏と同体の加法めでたき身となりて安穏家楽の仏道を成就せんこと疑いなし。返す返すもおのおの日夜朝夕怠らず励む心の有明精進。ただ一筋に妙法蓮華開く心の即身成仏。内視崩壊病棟利益。ご唱和をお願いをいたします。懇人より仏心に至るまで欲保ち立てまつる。南無妙法蓮華経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 。